いよいよ UEFA ユーロ2024も決勝戦を迎えています。サポーターが見守る中、この試合を見事制し欧州王者に輝くのはどちらのチームでしょうか。最後に笑うのはどちらか、 EATV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんにちは。ヨーロッパ中の国が激戦を繰り広げてきた UEFA ユーロ2024もついに決勝戦を迎えました。この試合の実況は私、西岡明彦、解説はおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。会場のボルテージもすでに最高潮に達していますが、最後にトロフィーを掲げるのはどちらのチームでしょうか。スペインがイングランドと対戦します。ついに今回のヨーロッパ選手権も決勝戦を迎えましたね。勝てば優勝、負ければ雪辱を期して4年後に再挑戦しなければなりません。それだけに選手たちの意気込みもただならぬものがあります。こうなるともう勝敗は全く予想できませんね。とにかく決勝にふさわしいプレーを期待しています。これはいい位置だ。シュート弾きましたが、ここはプレーを切りたい。さあここで折り返した。ディフェンスの選手が止めた。決まった、ゴール。ユーロ24決勝戦、この先制点で試合が動きました。映像が来ましたね。攻め込んでから折り返したパスが効果的でした。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。1点を追うイングランドのキックオフです。このまま終わるつもりはないでしょう。ナイス。いいカットです。ボールを奪いました。アルバル・モラタ、ファビアン・ルイス、低いボールが中央へ、キーパーがセーブします。ダイビングセーブでしたね。中に入れた。あと一歩攻め手をかきました。高い位置でインターセプトします。フォーデン、イングランドの攻撃です。狙っていた、ブロックで対抗。いいディフェンスです。ここはタックルで回避、相手のシュートを許しません。ニコ・ウィリアムズ、カウンターのチャンスです。素晴らしいボールだ。キーパーがボールを弾いた。ボールをクリアしました。ここはピックフォードがしっかりと対応します。キーパーは焦ったんでしょうか。ボールは相手に渡りました。サカ、ここでボールを失いました。
サイドのスペースを上がっていきます。シュートのコースを読んでいましたね。コーナーキックを与えられました。追いつくチャンスです。ストーンズ、ボールポジションを失います。ゴール、ゴール。このゴールで試合は振り出しに戻りました。いい決勝になりましたね。これでチームは落ち着くと思います。ずっといい形を作っていたので、取るべくして取った得点と言えるでしょう。このゴールがきっかけになれば、さらに得点を期待できるかもしれません。アルバロ・モラタ、敵陣に攻め込んできました。ここからどう相手の守備を崩していくのか。一旦クリアしましたね。おっと、抜いてきました。ここでリードを奪うゴール、優勝を引き寄せます。この得点は大きいですね。トレント・アレクサンダー・アーノルド、スペインがパスをカットされました。マルク・グエイ、アルバル・モラタ、ここでなんとかボールに寄せてきました。アレクサンダー・アーノルド、ここでライス、ボールは相手に渡りました。スペインがボールを運びます。モラタ、シュート、最後はキーパーが阻止しました。ボールがイングランドに渡りました。シュートが決まった。ゴール。これでチームは2点のリード。決勝の大舞台で貴重な追加点も挙げました。見事なゴールが決まりました。鮮やかでしたね。技術の高さが伺えますね。ビューティフルゴールです。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。ベリンガム、ここでフォーデン、イングランドから相手にボールが渡ります。アディショナルタイムとして1分追加されました。ケイン、ゴール前で振り切った。セーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボール、後半開始のキックオフ、イングランドがボールを動かします。ダニ・オルモ、ニコ・ウィリアムズ、見事なインターセプト。
ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ライス、これは思い切ったドリブルです。タックルが決まってボールをダッシュしました。ここで相手ボール、サイドのスペースが広く空いています。チャンスになりそうでしたが、ここで相手ボールとなりました。ベリンガム、ここはブロックで守る。相手を抜いてきた。マイナスのクロスで折り返します。決まれば1点差。まだプレーは続いています。これで一息入れられそうですね。ニコ・ウィリアムス、ひときわ高い歓声が上がります。これを止める。なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。ゴール前に入れた。しっかりとクリアしました。ダニオルモ、ロドリゴに渡る。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。フィル・フォーデン、イングランドの攻撃です。しっかり潰す。カットします。ダニオルモ、ボールを失った。ベリンガム、ケイン、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ニコ・ウィリアムス、ダニオルモ、カルバハル、ボックスの選手に合わせました。このボールはキーパーがキャッチ、目の前に飛んでしまいましたね。アルバロ・モラタ、強い当たりだ。カウンターを狙っても面白そうです。ククレジャ、モラタ、ダニオルモ、サポーターの声援が高まる。ゴールゴール。これで3点差。何点取る気なんでしょうか。うまくフィニッシュまで持ち込んでいましたね。シュートを打った時点で勝負ありといったゴールシーンでした。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。さあキックオフでリスタートです。これで3点差。スペインが盤石の強さを見せています。タックルが成功しボールをダッシュしました。試合終了まで15分です。アルバロ・モラタ、ロドリに渡った。裏を狙う。よく見えています。これはファインセーブ。
ボールを入れました。気は抜けない展開です。いい寄せです。得点のチャンス、ゴール。さらに追加点。スコアはすでに4点差。もう誰にも止められません。キーパーは外に外れると思ったんじゃないでしょうか。シュートした方はポストに感謝でしょうね。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。サカ、残りは5分になりました。試合は決まってしまった感じがあります。アレクサンダー・アーノルド、枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。ここはカウンターアタックを狙うか。カウンターは失敗に終わります。1対1です。おっと、これはキーパーのナイスセーブ。ボールが中央へ向かう。ボールを大きく押し出します。キーパーが一歩も動きません。シュートは正面です。さて、アディショナルタイムは2分ですね。フィル・フォーデン、ベリンガム、カットインして中へボールを運びます。ここで試合終了の笛が鳴り響きます。 UEFA ユーロ2024決勝戦がついに決着しました。今大会を制しヨーロッパチャンピオンに輝いたのはスペインです。国内組だけでもトップ選手が揃うので勝つべくして勝ったというところでしょうか。3大会ぶり通算4度目の優勝になります。これで優勝数は単独トップになりましたね。まあ選手たちはそんな記録よりも今この瞬間の喜びを表すことで忙しそうですが、今後もこのチームはさらに強くなっていくでしょう。はい、他の国際大会でも目が離せませんね。さて、ピッチの中央では表彰式の準備が進んでいます。再びヨーロッパの頂点に立つスペイン代表、その選手たちが壇上へ集まってきました。まもなく栄光の瞬間が訪れるはずです。さあ、キャプテンマークをつけた選手が光り輝く優勝トロフィーを手に取り、今高く掲げました。新たなヨーロッパ王者誕生の瞬間です。今大会を通じて王者にふさわしいプレーを見せてくれましたね。しかし何度優勝してもああしてカップを掲げるのは嬉しいんでしょう。さあ、もう一回いきますよ。さて、選手たちがトロフィーを持ってスタンドにいるサポーターたちの元へ走っていきます。優勝の報告に行くんでしょう。サポーターは12人目の選手ですからね。苦しい時も声援があったからこそ前を向けたと思いますよ。この最高の瞬間を一緒にお祝いしないわけにはいきません。